はい、確かにちょっと落ちりますよね。千秋楽が来るとそんな気持ちになりますが、はい、すごい寂しいですね。ただまあすぐにまた次の場所もやってくるという、そうなんですよ、そのあたりもあります。さあ水戸桜琴福寺の立ち合い強く当たりました。立ち合いはよく見ていました、ね、琴福寺の勝ちです。水戸桜さん立ち合い良かったんですけどね、うん、